清水の町はそこまで時間がないのであまり見ていないまま帰ることになります。少し残念ですが、まあ今度来ればいいでしょう。ここ清水の町は港町で、やはり漁港があるとかといに似ていますが、規模が段違いで、こちらは工業団地もあり、石油工場など、産業が多くあります。地元の石油企業の鈴代もあります。この会社は駿河湾フェリーをやっています。また、東海道線が走っていて、昔は東海道の宿場町でもあり、しかも国鉄時代には清水港線という独立した路線もありました。1日1往復しか旅客列車の走っていない路線でした。こんな個性的な路線があったり、船からも望むことができました。世界文化遺産登録の美保の松原もあります。これは富士山とのセットで眺めるとかなり美しいと評判のものです。こちらの港は伊豆半島とは対照的で砂浜海岸が形成されていて、美保の半島が形成している湾内に駿河湾フェリーの到着する清水港もあります。到着直前はかなり旋回を繰り返し、接岸していたのがよくわかりました。フェリーターミナルもこちらはかなり立派な建物です。まるで迎賓館みたいです。確かにクルーズ船がよく寄港します。酒田とか、そういった町とかと似た役割を果たしているみたいですね。中国などからの国際線もあって、税関まであります。簡素ではあるものの、税関があるというだけあって、格の高い港町であることを示しているかのようです。今回降り立った駿河湾フェリーでは特段の審査もなく、下船して道をひたすら歩いて、最寄りのショッピングモール、エスパルスドリームプラザへ行きました。ここは清水港線の跡地に作った施設で、観覧車もあります。その他ちびまる子ちゃんの聖地であります。ここが原作の地です。そのためテーマパーク、ちびまる子ちゃんランドがあるのです。その他美味しい寿司を食べることもできます。いろいろ地元の産品を楽しめるのが、この施設の特徴のようです。今回の旅行では時間の都合で、シャトルバスを利用するために来ました。ここの駐車場からシャトルバスが出ます。シャトルバスは、清水区役所及び JR 清水駅によります。清水区役所というのは清水という、町は15年くらい前に静岡市と合併して、政令指定都市になったため、できたのです。全く違う町で、ここは、ここで、独自の文化圏を築いているのですが、とはいうものの、行政的には、静岡市の一部です。あの、駿河湾フェリーの富士という船も、船籍は静岡市にあります。ここも静岡市ですから全く、問題はないのですが、なんだか、狐に包まれたような感じですね。このバスは、浜松市を中心に運行する、遠州鉄道の座席のままです。エルガミオという中型車種で、かつて遠州鉄道に所属していた時の姿も見たことがあります。急に私の活動地域に近づいてきましたから、ローカルなネタを多く話せるのです。バスは十分程度走って、清水駅へ向かいます。シャトルバスは白ナンバーで、あくまでシャトルバスとしてしか運行しておらず、自家用です。また、運賃はかかりません。実は、清水港からは専用シャトルバスがありましたが、乗り心地を考えますと、このエルガミオの方が優れていますから、わざわざ歩いてここまで来たのです。道中の写真を少しお見せしましょう。ここが清水駅です。清水駅に来たのは帰るための他に、桜、桃子さんが愛蔵したマンホールがあるので来ました。ちびまる子ちゃんが描かれたのは、清水駅と、静岡鉄道、新静岡瀬の場前にあります。ここで一つ撮れたので十分です。著作権法に引っかかりそうな気がするので、残念ながらお見せできませんが、駅前の雰囲気として、静鉄のバスが走っていましたから、それを写真に収めました。電車の時間が迫っていますし、駅に戻ることにします。
タイミングが良かったみたいで、211系を取ったり、それ以上に、美濃武線特急、藤川を取れたことに感動を覚えます。これは373系特急電車です。デッキのない車両ですが、環境はいいですね。なぜか座席が進行方向逆を向いていますが、なんででしょうか。発車してから気づいたのですが、富士駅でスイッチバックをする構造になっているので、回転していないのでしょう。日本の車両の多くは座席が回転できるので便利です。高速列車が、私の乗る沖津から来る列車です。沖津は隣の駅で、案の定人は全然乗っていません。ここから本格的に混んでくるのでしょう。静岡駅に到着です。ここで13分止まります。なぜか先行して後続だった313系の島田行きが発車します。その前に見かけた変な改札です。2階のコンコース部分から変な方向に階段が伸びていて、その下にはスーパーマーケットがありました。改札はどこにあるかというと、スーパーの入り口にあるんですね。結構ある例で、コンビニに改札があるとか色々ありますが、初めて見た例で、結構驚きましたので、撮影したのです。静岡を先発した313系の島田行きに乗ってみました。313系は211系よりダンパーが効いている分乗りやすいですね。人混みはひどいものです。周りもだいぶ暗くなってきましたから、いきなり島田です。折り返す列車はそのまま富士行きになりまして、数分もしないうちに富士へ行きました。富士行きというのも東海道線ではそこまで多くなく、沼津とか静岡とか沖津ならわかるのですが、富士という場所で止まる列車があるとは考えてもいませんでした。さて、後続のさっきまで乗ってきた211系が再び姿を現しますから、今回はここまでにしておきましょう。この動画が一連の旅の中では最後のシーンとなります。まだ未公開シーンは残っていますが、伊豆旅行記は一旦ここまでとします。ご視聴ありがとうございました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。もしこの動画が面白かったり、興味深かったりした方は、ぜひチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてくださると、ありがたいです。今後の制作の原動力になります。また、名列車の紹介シリーズなど、いろいろ行っていますので、よかったらご覧になってください。ではまたお会いしましょう。